台湾と強いからな、いると。まあ、建国楽しいっすよ。でもなんか線引くの結構センスいるじゃないですか。なんか学んできた。より早く。線引くセンスって別にそういう意味じゃない。やりますね。自然に出ちゃう。なんか言うつもりなくてもなんかありません？そういうの。ないっすね。なんかこの辺になることある。こう見て見て、蝶々。おお、まだ刺せるな。どっかで刺して遊びたいな。ちょくさん、これどけてよ。あ、これあ刺したいんだけど。あ、ちょっとどけてくんない？生言ってんじゃないよ。どけてよ。どくのはあんたのよ。これどけて。あ、どけてーおいじゃん。あった。統計学なんて捨てちまえ。ねえ、クズの子どけてよ。あ、はこれ早く紫は回った。どけてって。いや、あ、やばいっすよ。どけて、ま、ちょっと本当に本当に置きたい。これえ、どれを。それ頑張って。ドアの前のやつ。この EMP で壊されたお金。はい、ありがとう。脱いでいけばよかった。もう置いていいよ。どけてよこれ。僕のツアー。どけてよ。僕のツアーさんがここ撃ってた。僕のツアーさんがね、どけてよ。ここ撃ってた。それ紫色の着ていけばよかったな。わかんない。ワットとの付き合い方がわからんな。でまだ残ってる。わかる。それ僕もなんかお前との付き合い方がわからん。あ、ちょちょ超えた。人が楽しんでんならそれ見られてますね。本当かな。危ない。いやいやいや、目立つんだよな。狙われてるならそう言ってくださいよ。おかげさまで目立つんだよな。あそこにいるけど、とりあえずここ行く。マジか。あぶねえ。遅っ。あぶねえ。あぶねえっていうか、もうドローンここ飛んでた。いや、落ちかけましたよ今。あとライフラがこの中にいるだけ。つかね。お前無理しやがって。お前こいつはおめえ一人の体じゃねえんだよ。そのブラハ持ってってる。持ってってない。 OK、 20いたんで殺していくよ。ナイスー。あるよー。あ、1個。あ、いる。なになに。わわわ、やばい、めっちゃ注射されとる。あ、いやいいよ、全然もらって。待って、なんかいかついっすね。うわ、ヘビアも取れんかった、うざー。そんなあなたにこの魔法道具を差し上げましょう。どこでもシールじゃあ。それめっちゃ助かる。あ、神じゃん。ここや。死にて死にて。ちょっとやめてください。行きましょう。ランクですよこれ。行きましょう。カジュアルだったら勝手に死んでもらっていいってことですか。やっぱうち全然字が違うんですよね。生きる強いね。はい、ライブ聖教。あ、ライブ。ん、五輪銃ってことですよね。わぁ、五輪銃じゃない方です。五星館の方です。いや、今日超高いビル見つけたんだよね。屋上入れそうな。いや、違うよ。ごめんなさい。ちょっとごめん、よく行くわ。あ、やっぱ行くよな。迷うよな。ちょっとあれ病んでるのかな。どうするか大変だよね。忙しいもんね。プロの角度とかね、射角とか結構大事だよな。射角だね。射角っていうのは斜め具合が大事ってことですか。あ、入射角反射角って知らないですか。あ、ちょっとわかんないですね。難しい話してる。それは単純に入射角。いや、学校行くのうまいっすね。学校行くのがうまいとかよく。何年生ですか、卒業すか。知らねえな、このアンチ。どこになるんですか、これ。うち。お前んちどこ。札幌。これ LINE やってる。え、辛いことあって。最低。どうした、話聞くよ。ほんと、ほんと聞いてくれる。全然、話聞くよ。引っ越し考えてて。
なんて引っ越し考えてたんだけど、おう友達に引っ越すんだって物件見せたら、もうやめといた方がいいよって言われて、やっぱやめようかなって。やっぱ引っ越しね。引っ越しってやっぱみんなね、冒険だからさ。不安になって。うん。引っ越さん方がいいんじゃない？じゃあ。どうしたらいいか分からん。でもだから引っ越さん方が。もううちどうしたらいいか分からんの。いや、その、引っ越してさ、まあなんかソウルだよね。でもうちどうしていいか分からんの。分かんないよね。自分の金で引っ越すは自分の好きにしたらいいんじゃない。いやでもさ、金は自分のだけどさ、どうしたらいいかうち分からん。それはそれそれは体はさ痛えな。え、なんか登ってんすけど。あ、登ってる。ちょっと削った。あ、ナイス。じわじわ行こうか。オッケー。スナイパーに。どこでも助けられないよ、きっと。さあ、やっちまいな。あっ、あっ、あっ、あっ。私の視界は良好だ。もう上の人がチャラポン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 打ってくる。当てた。あ、もう右からもチャラ来て、もう左からも右からもチャラ来て、頭おかしくなりそう。私は何も拒まない、飲まない。なんて？いやいや、こっちが聞いてるけど。で、なんかコンビニの寄り合わせを使って作る。寄り合わせ？なんか何コンビニに売ってる何かと何かをくっつけて美味しいものを作るにハマってるらしいんですよ。はいはい。なんかないですか、くずくん、おすすめのものは。牛丼っすね。牛丼のオンリー。センスありすぎ。いや、ちょっと待って、人の話聞いてました。まあまあ聞いてくれたんならいいですよ。じゃあそれならいいか。この道はそんなに茨の道ですね。結構長いですからね。コンビニ飯の道は。あ、そうなんですね。あ、多分おそらくなんですけど、それ単体ですよね、牛丼って。いや、牛丼ってご飯と牛肉っすよ。あ、ご存知ない。あんまり。まあまあ全然いますよ、そういう人も。まあまあそうですね。ムチ晒しちゃったな、ごめんなさい。ちょっと牛丼ご存じないか。いや、申し訳ない。結構異国の料理なのかな、ゆうきさんからすると。かもしれない。あ、全然怖がらなくても大丈夫です、うん、で襲ってきたりはしませんからね。あ、そうなんですね。治療が、うん、間違ってました。反省。あ、誰かライトを使ってますか。ごめんなさいって言うんですよ。ごめんなさい。よし。うまいですね、謝るの。謝るのにうまいとかあるんですか。ボルトが俺結構下手なんですね、謝るの。ちょっとなかなか素直に謝れないタイプみたいな。うんうん、まあ、そういう人もいますよね。あれ、ナローだったのに。ナローって何ですか。なんかみんなナローって言ってんのずっとスルーしてたけど今。まあ、主人公めっちゃ強えみたいな。あ、小説家になろうというサイトから派生した作品にそのような形態が多かったため、ナロー系と呼ばれるようになったという説が主な説とされていますが、真実は定かではありません。すごいね、すごい有力で、すごいありがたい情報なのに喋り方なんとかならんか。彼はやべって名前で普段もね。やべです。もう、ね、パワープロ君とかにも出演してるやべくん。歯が抜けてんのか舌が抜けてんのかわかんない。前歯が出てます。出っ歯なんですよ、やべくんは。出やんす。もうやべくんに寄せてきたの。え、マジで奥さんだけ好きにないんだけど。本当ですね。本当。おい。奥さんだけないんだけど好き。は？一二三四五六七八九でしょ。ないんだけど奥さん。リースちゃんも。おい。大理石かなんかかね。これか。もう。始まってます二人とも。もう大丈夫ですか。うん、なになになに。大きな声出さないで。いや、あんたが言うの。始まってます。いいね。みえみゃーばーにゃーせっかく紫色の
ガチャだったのね。便利になった。マスティフ捨てます、ね。いろいろ。マスティフ捨てます。ティマスティフ。なおでありがとう。さようなら。お元気で。ちょっと見ててください。これまず普通走りです。うん。行くよ。これ普通走り。あ。で回復走りするよ。シールドチャージ中。いや。そんな。見たい。あ、待って。ちょこちょこ歩いてなんか普通の歩き方が変。いやでも。先に回復してもダメだな。たまに手振る。歩き方がね、競歩の人なのよ。確かに何それ。え、歩きの方が気になる、な走りより。バグっぽいわ。しかもあのね、バグでお前薬浮いてる空中に。で競歩なんだってそれ。医療キットを使う。早く終われ。クザ行くよ。レベル2よ。体力を回復。早く行くぜ。いやできてないって。シフトを押したまま回復を使う。あ、ちくだ。なの、ね、歩きが一番面白い。行くよ、クザ。薬がさ、置いてくる。薬の残像が。行くよ。あ、それ薬かな、ホタルみたいな。え、回復中。早い早い早い。行くよ。早い。これは早いわ。これはね、うん、強い。これはね、バグだ。いや、いるな。もうこっち来い、こっち来い。ほら、早くストレイ乗るんだ。独立変数、独立変数。ダブちゃん、ダブちゃん、なら行っていきます。はい、大事。お、ちょ、僕世界記録に挑むわ。なんの、こっから飛ぶ。やば、トロール選手権優勝じゃん。たーん、たーん、たーん、たたーん。あ、生きる者は死ぬ目で。じゃあダメよ、中継よ。どうも、アセウです。アセウさん行けました？うん、行けたよ。グズ見てて、そっから。さっさとリングに入れ。行くよ。待ってても招待。可能性っていうやつを見てて、行くよ。ああ。よし、乗ってきたぜ。え、怖っ。おお。よいちょ、よいちょ。アップな、お前。それもうほぼ落ちてるじゃん。僕も死んだ。え、なんか来たよ。え、嘘、武士、武士来た。ごめん、逃げるわ金山。いや、戦え、逃げるな。また逃げるのか、お前は。だってあいつだ。戦え。だって兄貴、あいつら武器持ってるよ。で、兄貴、死にました。ただいまー、兄貴ー。俺、クズくん死にました。敏腕だからさ、おじいちゃんだから足腰弱くて逃げる選択肢を選べなかった。それは悲しいですね。こっちに来い。あ、やべ、出ちゃった。あっちゃん、やばい。あっちゃん、スキル使うとやばい。もっと。すげえ、スローモーションに見える。なんちゃって。キュート4分の3ませんの横。それは壁だ。いや、そのね、意図的に使わなくてでもいいけどね、上げ足取る人は取るんよ、グリッチ使ってるみたいな。いや、まあ意図的に使わなければね。そこだけね、うまい具合にチョキチョキされちゃったりもしますからね。私はグリッジを使うやつを絶対に許しません。いや、そこはチョキチョキされねえ。これもね、チョキチョキされたら俺と一緒に。チョキチョキされたら勘違いされそうな言葉選手権しよう。むずくない？普通の言葉なのにエロく聞こえる言葉的な。だからそれ言ったじゃないですか、さっき。聞いてなかったんですか？はい、この部分。何に
勘違いされる聞いてなかった。かなえ、人の話を聞かないことが発覚。いつものことじゃないですか。キャーッ今始まったことじゃない。そんなの可愛すぎる。笑ってるようにしか聞こえないんですけど。わー、ホットだわーい。明日はバロラントなんかやります。なんかレブナントが体の中に入ってくる。え？今の切り取りですか？はい、レブナントが勇気。レブナント体の中に入ることが発覚。寄生虫の一種か。ちょっとじゃあいいっすか、一回使ってみて。あ、どんな感じか。正しい道を。じゃあ僕もあと通過を。正しい道を。正しい。私は戦いに来た。拾うまでやるのかなこれ。あれですよ、俺一つの言葉一生言うんすよ。いやースキンマジでそこだけは本当に羨ましい。だけだけだけDAKE ですか、ローマ字で書くと。え、違うよな、さすがに。さすがに後輩に向かってだけとかそんなないないない言うわけないですよ、ねうん、まさか DAKE の方じゃないですよ。王じゃない。もう一方は何ですか。もう一方はですね。DA までは確定してるんですね。NE。D だ。DHDHC はちげえ。DHA。ちょっとこの話やめときましょう。ふん。環境に良くない。環境。私は恐れない。今までもこれから。今までもこれからも。偵察は任せとけ。ちょいちょい雑なモノマネだけはやめてほしいですね。似てますね。似てない。このレイスとかいうやつ、俺のマネ。今回紹介します。逆だろ。似てますね。うまいよね、クズハのマネ。うまいわ。今までクズくんのマネしてたんですか、レイスさんは。まあそうですよね。統計から見ればこっち。だってほら、レイスって3文字じゃないですか。うん。クズハっていうのも3文字なんですよ。そう、カナエも3文字じゃない。チヒロも3文字。ちょっと違います。ほら、勇気ってついてるじゃないですか。3文字じゃないですか。でも合計 3×3 で9文字なんですよ。かけちゃったなるとそういうことです。せめて足せるかと思ったけど、かけちゃうんですね。レイスは漢字表記だと、あの0にオスなんですよ。あ、そうなんだ。ダサいね、意外と。で、文字数があって。そういうこと。あ、なるほど。カナエは一文字。あ、なるほどね。あ、いいわ。え？くしゃみ出そうですか？レイズの声ですね、今のは。音調整します。はい。おお。最大限にうるさくしておくので、調整をお願いいたします。口がでかい。口がでかい？悪口？声が高いですね。あ、違います。いや、なるほど。さっきやっけど、なんかね、始まる前だと顔がでかいとか言われたから。いや、違う。悪口第2弾かと。いや。小さいだった。お、え？小さいだった。誰が？クズハが言ったの、でかいじゃなくて。え、言ったら顔でかいって言われたよ。いや、でもなんかそう言われたら小さいって言ったような気が。こう幼くなったからってことかな。ちぇちぇちゃう、顔がでかい。民主主義ですよ。民主主義ってなんだ。なんですかそれ。国民になり下がるってこと。俺じゃここ。じゃあ俺ここ。じゃあ僕ここ。かぶってんだよな俺の。あ、うわ
遅いですわよ。お上品に行きましょう。ピリ。下の方が大きいのになんで被してくるのあいつ。ちょっと刃物あったよ。あいつ。その武器は使います。あいつはまあ使わないということですか。うん。オッケーです。あれ？うん？おいてめえ！おいてめえ！欲しいの意味分かってんのか。おいてめえ！てめえだよてめえ！ちょっと言葉遣いが欲しいの意味分かってんの？よくないですざますね。おお！ああ泥棒しかいない、ここ泥棒しかいない。こいつ今後ろから人が開けたサプライブ泥棒だもん。人が先に見つけたのにさ、重なっていきやがって。手癖の悪い、手癖の悪い野郎どもだ。名前書いてないのは良くないっすね。なん言ったの。じゃあ次そういうことあったよ。あったわ。じゃあもう負けたらそういうことか。じゃあもうあんま来ないっす。アスティを敷いた弊害が来ちゃった。まああんま来ないっす。城が悪くなるんですね。それは人のカセットの名前変えたら自分のっすよ。ちょっとドローン来てる、ドローン来てる。いやでもあんま来ないっす。えっごめんって、あんま来てる。よし、来ました。ああ気持ちいい。ああまあ気持ちいい。怖いよ。進化シールド。この人怖いよ。マスティ、マスティフを持つんだ。マスティフを持つわじゃ。近距離戦闘へ。任せとけ。どこマスティフ？あ、ここです。紫のハンペンも落ちてたはず。あ、拾ったー。はい。これあげるあれ当然は満足がいかなかった。じゃもう一試合、これラストね。これラスト満足試合しよう。はい。大槌小槌マンマンマン。はい。はいじゃなくて、何大槌小槌って。大槌小槌マンマンマン。大槌と小槌っていうのは振るとお金が出てくるやつですね。じゃあマンマンマンは、まんじゅうと、はい、まんじゅうと万華鏡ですね。なるほど。つまりは大槌小槌を振りながらまんじゅうを食って万華鏡を覗きます。そうするとなんてとっても綺麗であろう。もうこの話終わってる。うん、入ります一緒に。おね、引いて引いて引いて、どっちもかなり引いてる。あ、引いてるじゃない、引いてる。オッケー、一人やった。あと一人も瀕死。シーさんが削ってたんで。オッケー、ナーイス。クリプト落ちた、クリプト落ちた。ナーイス、完璧。強いっすね。声が震えてるぞ、坊や。このチームでやっていけるんだろうか。今ね、移動してた奥の方で。オッケー、守るんだ。降りてくる、降りてくる、降りてくる。守れオクタン、孤立のオクタン、マジで邪魔。うまー。いやごめん、登ったのにエイムがブレにブレまくったわ。3000ダマゲ。いや3000ダマゲ。ちょっぴったり3000なの、ちょっと気持ちいいな。ドレミファミファレドソド。